日も新聞のコラムを朗読します。本日の三経名の表題は2060年までに二酸化炭素 CO2 温室効果ガスを実質ゼロにする目標を表明した中国、では読みます。なんとも大きな風呂敷を広げたものだ。中国の習近平国家主席は国連総会で2060年までに二酸化炭素 CO2 など温室効果ガスを実質ゼロにする目標を表明した。世界は気候危機を乗り切れるか。朝日新聞は野心的な宣言への期待を込めて今月27日付の一面トップで取り上げていた。世界第一位の二酸化炭素排出国がどのようにゼロに持っていくのか、中国政府は具体的な道筋は示していないが、エネルギーに関心のある人ならピンとくる。二酸化炭素を排出しない原子力発電である。日本経済新聞によれば、中国の原発の発電容量が10年後にはアメリカを抜く。つまり世界一の原発大国となる。すでに技術レベルでも世界最先端に追いついている。ただ二面にまたがる朝日の長大な記事に原発の二文字は見当たらない。原発ゼロの社論にとって不都合な事実だからか。では2030年までに 26% の二酸化排出削減を公約している日本ではどうか。東京電力福島第一原発事故の前には全国で54基が稼働していた。事故後は9基にとどまり、現在はそのうち6基が停止している。確かに世論調査では原発の再稼働に否定的な意見が多い。放射性廃棄物の処分やテロ対策など課題は山積みである。ただハーバード大教授のスティーブン・ピンカー氏による次のような指摘もある。原発について報道方法が我々を根拠のない恐怖に陥れているのです。コロナ後の世界より太陽光や風力など再生可能エネルギーが基幹電源となるまでにはまだまだ時間がかかる。エネルギー政策で日本は袋小路に追い込まれている。中国は日本を温暖化対策に後ろ向きだと試算する。そんな未来が来ないことを祈るばかりだ。以上で三経名、2020年令和2年2月30日、9月30日の三経名を朗読終わります。次に新型コロナの感染状況、全世界で死亡人が100万人を超えました。
くから。それでは、新型コロナウイルス感染者が多い国、地域、29日現在、アメリカ・ジョンズ・ホプキンズ大の集計によるものです。アメリカ715万118人、死亡者数205,085人、インド614万5,291人、死亡者数96,318人、ブラジル感染者数474万5,464人、ロシア、ブラジルの死亡者数142,058人、ロシア112,428人、死亡者数24,56人、コロンビア感染者数818,203人、死亡25,641人、ペルー感染者数808,714人、死亡者数32,324人、スペイン感染者748,266人、死亡31,411人、メキシコ感染者数733,717人、死亡76,603人、アルゼンチン感染者数72万3132人、アルゼンチン72万3132人、死亡者数16,113人、南アフリカ感染者67,669人、死亡者16,586人、世界全体では感染者数338,891人、死亡者数102,394人となっております。以上です。